あ、これあれだろう。はるかちゃん、さらったあいつだろう。誰だ？うぅ、こ。秋山さんですか？花ちゃん。花ちゃん、無事なんだな。はい、なんとか。なんで携帯繋がるんだ？県外じゃなかったのか？ゾンビに見つけられて、それで私、お店から逃げて。どこにいる？とにかく、無事でよかった。今どこ？中道通りのオリエンタルビルです。中道通りか。このビルに。オリエンタルビルだね。わかった、すぐに行く。秋山さん。お？なんだ？ごめんなさい。え？いいんだ、すぐに行く。だから、なんだ、もう少し頑張るんだ。呼び寄せたってこと？なんか誘拐されたのかな。なんか呼び寄せられた感じかな。よし、オリエンタルビルへ向かえ。よし、行くぜ。オリエンタルビルは確か中道通りの北の方にあったな。地下からどうにか行けるといいけど。地下から行くんかい。お？え、なんだ？チビザル。小柄な体格の変異種。生前運動能力が高かったためか、常人離れした動きで獲物に襲いかかる。獲物の周囲を動き回りながら体力を削り、飛びかかってしがみついてくる。かぶりつくために大口を開けて飛びかかってくるので注意が必要だ。なんかヘッドショットをどうにか避けようとしてんな、あいつ。わ、早い。確かに早い。当たんないようにしてんのか。ウェーン。へい。危ねえ。ほら、辛いな。オッケー。よし。ん？おい、大丈夫か？あ、人か。助けてくれ。自衛隊か。数多いな。やった、こいつでどうにかするしかないな。やった、これ使えんのか。配置兵器について。街の中には丸でアクセスすることのできる巨大な兵器がありますと。オッケー。よし、乗らせてくれ。来た。おお、この辺はもう買わないんだ。ちょっと泣き女さん、泣き女、ちょっとどこ行くの？標準とか、ないな。泣き女。オッケー、倒した。これで降りればいいのか。別になんか使わなくても倒せる的な感じだったね、今の感じだと。オッケー。よーし、じゃあ出ますか。ここか。あ、またあれか、入んのか。よし、地下街だ。地下道から、これはあそこだね、ミレミアムタワー前に出るあれだな。ああ、そういうことか。待ってよ、行け。おお、いけいけ、吹っ飛べ。オッケー。よし、よっしゃー、行くで。お、まだいるな。ここ抜けられれば、アナちゃんも近いはず。この奥もあんのか。ここじゃないんだな。ここは使えないようだ。まだか。よーし、ここが上かな。さあ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 、大丈夫か上は。ここか、オリエンタルビル。目の前なんだな。
花ちゃんっていうかどうやって移動してきたのって話にもなるもんな。やっぱりこれ罠でしょ。え、くそ、なんでこんなとこに。秋山さんって、え、あ、戦車、あ、自衛隊か。おー、もうこの銃で勝てないならもう勝てないよ。こっちハンドガンで頑張ってんだから。え、え、あ、オリエンタルビル、大変大変大変、壁作ってる。あ、ああやって壁できるんだ。やばいやばい。あ、無慈悲にも壁を。待て、まだ死ぬな。残酷だ。なんてこった。秋山。お、え、長浜。なんでいんの。なんでこんなところに。いいからこっちだ。やべえぞ。え？マジか。ああ、本当だ。何してんだお前。お、またか。こりゃすげえ量だ。ひとまず劇場地下まで逃げるぞ。これを処理しつつってことかな。やばいこれ。おらら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 、ら処理が重い。ここまで来れりゃ一応 OK なのか。ここに敵がいるから、オッケーで、これでオッケー。バラライカもリロード。待ってくれ。よし。お、もういないか。お、補給地点。よし、地下行こう。よし、その調子だ。どこに行くんだ。またここか。あ、え、チェーンソーある。お、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 待ってくれ。チェーンソーマン。あれ、あー、いた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 。おお、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 チビザル、お前だけ許さねえ。オッケー、起きろチビザル。お、来いよチビザル。はい、はい、来いよチビザル。はい、はい、はい、オッケー。待ってくれ。お、うーん、行き止まりか。え、どうした。うん、なんだ今の音は。戻って確かめてみるか。チェーンソー俺使えるぞ。待ってくれ。お、なんか話したそうにしてんな。どこ行った。長浜、あれ、いない。待ってくれ。あ、いた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 。ここか。え、やってやるぜ。これチェーンソー強いのかな本当に。痛い、チェーンソー落ち、落としちゃった。何やってんだ。もらう。あ、この下か。待ってくれ。ああ、どうも、こんにちは。待ってくれ。うわ、泣き女。泣き女。OK。
まあいいや、行こう。よいしょ、これで終わりか。よし、出よう。また戦いか。めっちゃいんな。この調子だ。なんて数だ。こいつらを相手にしてる暇はない。一気に進もう。わかった。置いていかないでしっかり守ってくれよ。さっき結構相手したからな。よし、行くぜ。ここ出ればいいんかな？もう出ようか。あれ？動いてないみたいだな。本当かよ。こっち無理なんかい。よし、ここ安全地帯だから。お、ガトリング、あ、火炎放射弾。おお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 おこれ、デッカちゃんに食らわないね。デッカちゃんには食らわないみたいな。いや、食らわねえな。あ、食らってんな。一応食らってんな。危ねえ。あ、長浜が死ぬ。いやー、あぶれろ。あぶられろ。やべ。ひー。こいつは、オッケー。スナイパーライフルで倒すのが一番早い。よーし、こっち側だね。長浜？長浜を一緒に連れてこないとまずいのか。こいつでも勝手になんか戦っちゃうからな。行くぞ、進め。よし、待ってくれ。この上だな。今は出られない。どうすんの。あ、長浜が来ないとダメとか。今は出られない。なんで。あ、早く来すぎたってことか。よし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 。あそこだ。花ちゃん置いてったけど、普通に。大丈夫かな？撃て！おい、急げよ！やってる！あ、そっか、開けないといけないからか。じゃあな、秋山とかじゃなくてよかった。ゾンビいる？いないか。よし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 。さあ、ここは、あ、七福パークの出口か。え？捕まる？あ、捕まりはしないか。早く塞ぐんだ。もうビビってんじゃん、自衛隊も。ずらから。相手にされないしね。よーし、成績は、まあまあでございます。よし、レベルアップ。あんな気にしないことあるかな。さすがに気にすると思うけどね。第4章、新たな謎。花ちゃんのこと全然解決してないけど。なるほどな。お？オリエンタルビルに行きたいわけか。どこだ。ああ、とにかくお先だな。早く助けに行かねえと手遅れになっちまう。まあ慌てるな、俺に任せておけ。
マジ？え？まだ他にも抜け道はあるんだ。お？他にも？どこにあるんだ？中道通りだ。心配すんな、案内してやる。オーケー、いいやつだな。こっちだ、秋葉。ここが抜け道？ああ、ここから入れば隣にあるオリエンタルビルまで行ける。おお、よく知ってたな、こんなとこ。いざって時のためにな。こんな家業だ、実際何度か使ったこともある。なるほどね。便利なやつだね。じゃあな、秘書の子によろしく言っといてくれ。オッケー。ここまで来て付き合わないわけ？白状だね。悪いが、これでも忙しくてな。それより準備はいいのか？準備？準備？例えば遺書とかよ。思い残したことがあるなら済ませといた方がいいぜ。何？ここで終わりなんかな？やっぱ第4章で秋山さん終わりなんか。アナちゃんを救え。さてと、ちょっとあんた、ん？なんだ？誰？サブストーリーかな。ちょっとあんた、さっき七福パークのマンホールから出てきましたよね。めんどくさそうなやつだな。適当にあしらうか。人違いじゃないですか？俺がそんなマンホールで作業する人に見えます？いえ、とぼけても無駄ですよ。あなたがあそこのこわもての人と一緒に出てくるところを見てたんだから。こわもて。ああ、そういうことね。そういや、そうだったかも。それで？それがどうかしたんですか？あなた、呪いのマンホールって、あると思いますか？は？呪い？実は俺、実録、恐怖ファイルってオカルト雑誌のライターやってるんですけどね。今、呪いのマンホールっていう都市伝説を追っかけてるんです。はあ、都市伝説ね。そんなの聞いたことないけど、一体どんな話なの？そんなことやってる前にゾンビの話は出てこないのか。知らないのかな？知ってそうなもんだけどな、みんな。なんでもマンホールの中は不思議な空間が広がっていて、みんな一様に平衡感覚をなくしてしまうとか。つまりどういうこと？目的地と全然違う場所に着いちゃったり、気づいたら同じ場所に戻ってきたり、通常じゃ考えられないことが起こるらしいんです。きっとマンホールの中に潜む何かの呪いの仕業じゃないかって。それでどうやらその呪いのマンホールがこのカムロ町にあるらしいんです。え、そうなの？ええ、最近マンホールの場所も調べがついて。わざわざカムロ町まで来てみたんだけど、見ての通り足止め食らっちゃって。なるほどね。そこであなたの出番ってわけですよ。え？なんで俺？だから、あなたさっきマンホールから出てきたでしょ？街は隔離されてて、俺なんかじゃあ自由に身動きが取れない。頼みます。俺の代わりにそのマンホールに潜ってみてくれませんか？断れ。あいにくこっちも暇じゃないんでね。マンホールにを使ってたからっていう理由だけで借り出すのおかしいだろ。自分で頑張れ。いやいや、無理にとは言わないから、あなたの気が向いた時でいいんですよ。少しでいいから覗いてみてくれませんか？もちろん礼はします。はあ、しょうがないな。暇があったらな。え、じゃあ行ってくれんの？本当に？ああ、行かなかったからって呪うなよ。いや、あなたはやってくれる人だと思ってましたよ。マンホールは劇場前通りにあるって話です。いつでも場所を見れるようにメモを渡しておきますね。はいはい、了解しました、と。俺はキネってもんです。ここであなたを待ってますから、よろしく頼むよ。そうそう。マンホールに潜るんだったらこれが必要だ。電池を受け取った。何これ？あ、ライトのってことか。懐中電灯用の電池です。電池が切れたら何も見えなくなっちゃうでしょ？まあ、そうだよね。心配なら自分で予備の電池を買っていくといいですよ。なんだかな。でも注意してください。都市伝説にはこんな話もあるんです。呪いのマンホールではいくらスイッチを入れても、なぜか懐中電灯の明かりが灯らないこともあるとか。え？それじゃあ、
よろしくお願いします。そういえばまだあなたのお名前を聞いてませんでしたね。秋山だ。秋山さんね、期待して待ってますよ。変なことに首突っ込んじゃったかな俺。まあ気が向いたら劇場前通りのマンホール当たってみるか。オッケー。お、またか。長谷川さんか。七福パークのマンホールが塞がれてしまったようだな。フリールートが一つ潰されたわけだが、これからもミレミアムタワー裏のエレベーターが使用できる。それと新たに隔離されたエリアに助けを待ってる店があるようだ。店名は以下に記しておいた。ヒューズバーか。オッケー。ちょ、この人は？この隔離壁は本来、仮想敵国に本土上陸を許されてしまった際、市街地での敵の進軍を遅らせるためのバリケードとして、開発された試作機って話だ。緊急展開能力を重視して作られただけあって、素早く防御線を張れるのはいいんだが、試作機ということだけあって、防御能力はそれほど期待できないらしい。隔離エリアはストーリーの進行に合わせてどんどん広がっていきます。おっと、民間人相手に喋りすぎた。今のは聞かなかったことにしてくれ。無理です。はい、というわけで呪いのマンホールやっていこうかなと思います。あれってうちのキャバのスカウトか？マンホールじゃないのか？あ、オーナー、どうもっす。なんだよお前、ブツブツ迷いながら仕事してたようだけど？ええ、まあ、俺こんなことしてる場合なのかなって。こんなことってね、今店の仕事してたんだろ？そのオーナーに面と向かってよく言えたね。ゾンビのこと知ってんのか？いや、そんなつもりで言ったんじゃないんです。ただ店でちょっと問題が。エリーゼで？どうしたんだ？ちょうどよかったっす。オーナー、店に顔出してくれませんか？あ、店に顔を出してみてくれませんか？行けばわかりますから。お？ゾンビがいる？あ、オーナー、どうも、お疲れ様です。ご苦労さん、どう？店の調子は。それが実はちょっと問題が起きてまして。ん？何があったの？キャストのマリナが昨日から連絡取れないんです。無断欠勤するような子じゃないんですけど。昨日って言うと夜から？今までずっと？いや、ゾンビ化だろ、これ。そうなんです。何でも出勤前にプライベートで人に会うと言ってたらしいんですが。それっきりってわけか。昨日から自衛隊がバリケード作ってますよね。もしかしたらその中に取り残されてるんじゃないかって。それは大いにあり得るな。でかいな。だいたいあの壁何なんです？何だって自衛隊は急にあんなもんを。はは。オーナーの事務所も壁の中ですよね。大丈夫なんですか？まあ、あんまり大丈夫じゃないよね。そうですよね。とにかくマリナと連絡が取れたらすぐ報告しますよ。そうだね。頼むよ。マリナか。かわいそうに。隔離エリアに取り残されたとしたらちょっと絶望的かもしれないな。けど生き残ってる可能性もある。今からマリナを探しに行こうか。しょうがねえな。なんだこれ、なんでこの色。ここがキネが言ってたマンホール。あー、なるほど、ここがあれなのか。入って見れるかな。入ろうか。ここが呪いのマンホールだね。タイミングいいね。入ろう。さあ、初めてだなここ。初めてじゃないっけ。なんだこの気持ち悪い感じは。カムル町アンダーグラウンド。カムル町アンダーグラウンドは入るたびに構造が異なる謎の地下回廊です。各階にあるはしごを利用して最下層を目指して最下層の敵を受けケアすることが目的です。地上に戻るを選択しよう。おう、地下回廊内で戦闘不能になるとマンホールの入り口まで戻されてしまいます。地下回廊は暗く懐中電灯なしに進むことは困難です。
電池を忘れずに所持して常に懐中電灯を使用できる状態にしておくことが重要。 OK。 お？どこからともなく声が聞こえる。何時？回廊における戦果を持って報酬を与え。鉄くずを手に入れた電池を手に入れた。 OK、 なるほどね。クリアした分だけ報酬がもらえると。で、マリナ探さないといけないんだよね。あ、この人がマリナか。あれはマリナ？うちのキャストの？まずい状況みたいだ。助けたいけどこっちの準備は大丈夫だったか。今すぐ助けよう。行くぞ。行くぜ。マリナ。マリナ？あ、敵。お、めっちゃ出てきた。これちっちゃくね？やべ。おら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 。よいしょ。あ、やばいやばいやばい。一旦離れて、ニューバラライカ。あ？え？ああ、え？行っちゃった。オーナー、ありがとうございました。ゾンビ化してないんだ。大丈夫？大丈夫だ。え？噛まれた？どうかした？目の前でたくさんの人が死ぬのを見ました。そうだな。なのに私何もできなかった。助けてあげられなかった。いや、生きてただけですごいよ。それだけでも精一杯だった。みんな同じさ。君が自分を責めることなんてない。でも話は後にしよう。今は隔離エリアを抜けるんだ。歩けるかい？はい、大丈夫です。おお、強いね。じゃあ行こう。エリーゼのみんなも心配してる。よし、というわけで出ます。おっと、マリナ置いて出れないな。マリナ来い。これで OK？ ふう、なんとかついたか。よし、出よう。ライフセーバーだって。これサブストーリーか。さあさあさあ。オーナー、どうもありがとうございました。ウィース。気にすんなって。うちの売れっ子見殺しにはできないからさ。売れっ子なんだ。やっぱりオーナーはすごいです。ん？あんなにゾンビだらけの中他の人を助けに行けるなんて。まあ銃持ってるからね。たまたま銃が手に入ったんでね。え？戦いたい？私ね、オーナー、学生の頃地元でライフセーバーしてたんです。おお、初耳だね。お店でこんな話したことなかったですもんね。でもこれでなかなか優秀だったんですよ、私。でも今日はたくさんの人を誰も助けてあげられなかった。まあ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 、ことなんかない。海のライフセーバーと今回とじゃ状況が違う。オーナー、一つお願いがあるんですけど。はい。ん？私にもその銃を貸してもらえませんか？え？え？相棒になるってこと？私もオーナーみたいに戦いたいんです。誰かを救うために。いや、ちょっと待ちなって。急に何言い出すんだ？すごい子だね。壁の奥のあの状況を知っちゃったんです。それで何もなかったように過ごすなんて、そんなこと私にはできないんです。そうは言ってもね。秋山さん。お？その女夫婦。ほっとけば一人で隔離エリアも通る。レイリー。ちょ、急に湧いて出るな。一人でいいとすればその女地獄行く。それでも井の学のナメクジやろ。ナメクジやろ。お願いします、オーナー。声ちっちゃいな。てかケイリー、俺にどうしろっての。その女はうちで預かります。でも未経験だから怖い必要。なるほど。だから秋山さんが自社に連れ出し育てる。あ、育てていくのか。いやいや、勝手に。おいおい、どんどん話進んじゃってるよ。いつでもいい。
マリナ、迎えに来てください。そして鍛え上げる。きっと頼もしい相棒になります。やっぱ相棒システムなんだ。分かったよ。相棒ね。もう何言っても聞いてくれなさそうだ。そういうこと。来るの楽しみにしてるぞ、アゲマさん。声ちっちゃ。BGM がでかいのか。まあ終わったな。じゃあ行くか、花ちゃん救いに。